人28号だ。ブラックオックスを作ったのは匠レイジです。匠って何者なんすか？天才中の天才科学者よ。東京の次はどこ？君の望みは。鉄人を操縦してたのって君？下手くそ。お父さんはね、翔太郎に鉄人を託したの。僕に鉄人の操縦をさせてください。ねえ鉄人、僕にできるの？私も怖いよ。けど戦う勇気だけがあなたの武器なのよ。行くぞ鉄人。用意はいいかね？匠レイジは必ず近くに潜伏している。一刻も早く探すぜ。信じて進め。それでいいんだよね。鉄人は武器を持たないロボットなんだ。